はい、どうも、イヤホイユーチューです。先ほどですね、この細い方、ポールパイソンのオスなんですが、餌をね、近づけたら相当怒っとったみたいで、なんか今もう首もうめちゃ上げてますね。首、この子がどんな感じで噛むかとか様子をちょっと映したいと思う。まあ、餌はちゃんと放り投げたんですけど、ちょっとね、オスの子だけまだ1回しかハンドリングしてないんですけど、オスの子だけは気性が荒いですね。ボールパイソンで珍しく。でもって結構早いんですよね、動きが。もうほら、もう服の袖だけこう出してもこうすごい攻撃しちゃうぞてめえみたいな感じでね、すごいのそーっと近づきながら噛もうとしてますね。ツイッター上で、インスタグラムでライブ配信してる時にも噛まれまして、ちょっと大変なんですよ。この子どうしてこんなに気性が荒いのかわかんないんですよね。ほらもう攻撃態勢ですね。僕もちょっと怖いですね、この子は。この子はかなり怖いですね。なんでどんだけの速さで攻撃し、ビビっとるのか、それかお腹すいとったら餌食うもんな。なんだろう、人間に触れられるのが嫌いな、ただ単純に嫌いなのかな、怖がっとんのかな、ちょっとわかんないんで、よろしかったらコメントいただければありがたいですね。なんかメスの子の方は噛まないんであれなんですけど、オスの子は、あ、メスの子も反応した？いや違うよね、普通に戻ったっすね。オスの子だけですね、噛もうとしてんの。おお、びっくりした。見ましたか、めっちゃ早い。こうボールパイソン、これで遅いとかいうのありえないですね。普通にさっき指出して噛まれましたからね、血だらけになりましたけど、服の中のものやられたらどうしようとね、腕怖いんですよね。これだけの速度でもう完全に弓とかやりそう。おお、怖っ怖っ怖っ、服の中にいった。ほらもうこれ完全に攻撃モードなんですよね。うわー、すげえ。おっ、こっち向いた、こっち向いた。うわ怖っ、うわ怖っ、めちゃ怖いですね、この子。もう近づいてもないのに噛もうとしてる。これは怖い。これはなんすかね、この子は。なんでこんなに怒ってるんですかね。それともメスとオスを一緒に入れて、オスの子がメスを守ろうとしてるんですかね。まあ、もしよかったらこの動画見られる方おったら、よかったら教えてください。でね、数ヶ月先にはもうちょっと大きくなってもらって、オスの子が、ね、繁殖ちゃんとできるようになったら、ぜひともヘビの赤ちゃん、多分モルフ的にはノーマルばっかり出ると思うんですけど、まあそれかモルフスタンダードのノーマルにちょっと薄い感じの色のゴーストが出るとは思うんですけど、まあよかったらね、ぜひとも欲しいです。
ですけどね。終わったらベビー見してね。そんだけいかつい恋してくるんだったら頑張ってくれよ。それではイヤホイユーチでした。やられるといけないんで。じゃあまたね。おおおおおおお。さよなら。